兵籍簿を見ると佐世保にいました。あれの裏のその兵学校で教官をしてたみたいですね。それでたまたま17年に私が生まれて、次に妹が19年に生まれた時はもうお腹に残したまま父はもういなかったっていうことで、妹の名前もちゃんと男女の名前を伝えて、まあ、出かけて。優しかった父はお餅とか、なんか果物とかもとにかくそういう好物を聞きながら父と同じものを食べたいと思いながら育ちましたけども、父のことは本当に思い出っていうのは写真でしか知りません。名前がですね、当時裕仁殿下っていうのかな、その裕をねどうしてつけたのって、戦時中にそういう名前つけられたのって言ったら、父がですねこの字が大好きだったそうです。男子が生まれても女子が生まれてもこの字をつけようということは、もう本当にありがたい名前をいただいたと思っておりますね。出生届を出しに行った時にはそういうふうな裕仁殿下の、ね、文字がやっぱりちょっと問題だなと思って行ったけども、受理されたということでね、大変喜んで帰って、それでまたまして娘の子でよかったなっていう優しい言葉をかけてくれたから、自分はやっぱり男の子をね後継ぎにと思ったんでしょうけど。私自身にはもう記憶はですね、3歳ですからないんですけど、防空壕に出入りしたこと、防空頭巾をかぶせてもらって出入りした、そういう記憶、それから近くに焼夷弾が落ちて家が燃えていたとか、そういった断片的な記憶はあります。私の家は小佐世保町の繁華街よりの烏帽子岳の方に向かって登りまして、まあ、2キロぐらいありますかね。そこで佐世保空襲の被害に遭ったんですけども、母と私と妹3人住んでた家は焼夷弾のせいで火災になったんですね。それで住むとこがなくなったので、近くの既得な方がご自分の、まあ、部屋の一隅を貸していただいたんですけども、ここでとても生活はできないということで、母の実家が長崎市平戸小屋っていうところが母の実家でしたので、そこに、まあ、とりあえずおじいちゃんおばあちゃんお世話になろうということで迎えました。まあなんせ身内が大勢集まるもんですから、食糧難の時代でね、やっぱり食べるものにも大変困って、まあ大変いじめにも遭いますしね、もう厄介者っていう感じでね、お迷惑かけるよりも佐世保にまた戻って父の帰りを待とうっていうことで、また佐世保に帰る、でまたやっぱり実家に行くって、そういう暮らしをしてたみたいですね。もちろんその間には着物と物々交換の買い出しをしたりね、そういうこともしたと思うんですけど、そうするうちにこの長崎の原爆が落ちる、その原爆が落ちた時は佐世保にいたんですね、私たちは。で母の実家が大変だということで、まあ1週間後ぐらいに行ったら途中まで汽車で降ろされましてね。そこからもう鉄道ありませんので歩いて爆心地を通りましてね、それで母の実家までずっと歩いて通ったんですけど、まあ途中ではもう仮装してる人がたくさんいましてね、本当に悲惨な姿は光景した。それも3歳ですから、本当は記憶はないんでしょうけども、佐世保の空襲と原爆10日後の長崎の町、もうこれは三つ子の魂ですね、これはもう焼き付いております。その前後はもう分かりませんね。
井出さんっていう方がちょっとお金持ちの方がおられてね、あの家を一軒貸してくださったんです。まだそこから悲しい思い出になるんですけど、せっかく貸していただいたんですけど、その後あのそこの道路事情でですね、うち の, あのお借りした家の上に橋がかかったんですよ。そうしたら私たち橋の下になったんです。家が橋の下、橋の下って言っていじめられてその井出さんという方があのそういうのを聞きつけて、また白浜町に家を貸してくださった。一軒家ですから、あの嬉しかったですね。あの終戦になってなかなかあの帰国が叶わないもんですから、あの他はやっぱり復員してくる方たちがたくさんおられてですね、私 の, あの主人だけはどうして帰ってこないのかっていうことで、あのいろんな人に尋ね歩いたっていう話も聞いておりますね。やっぱり食べること、生活に対してあのどうしても田舎育ちじゃないもんですから、あのどうやって生きていくのかなっていうことで、3人で佐世保の港に何かあの何回も立ったらしいんですね。私たちはあの家を失い、もうあの父が帰らない家庭を守るために、母がここから近いところですけども、よろず町桟橋、そこから小さい島々に買い出しに行って、その時に子供連れであの船でですね、各島に行くものですから、あ、可愛がっていただいたということで、商品はいつもリヤカーいっぱいになるように積み込んで、トンネルの中に市場があるんですけども、そのここら辺あちこちリヤカーとともにその物を売って、私たちの生活を支えてくれました。その間私たちは近所でも遊んで回るわけですけど、ちょうどトンネルの上があの都農小学校というグラウンドで、子どもたちの格好の遊び場ですね、グラウンドも開放してありました、夜遅くまで。あのそれでそこで遊んで、母親の商品がなくなるまで、あのなくなるのを待って、それからリヤカーに乗せてもらって我が家に帰るっていうような毎日を過ごしておりましたね。あんな遅くまでね、あのお母さんと一緒にいる子たちってちょっとね、私たちだけかと思ったけど結構いましたね。もうそこでお友達になったりして、あの格好はみすぼらしいんですけども、本当にあの生活のためにお母さんと一緒に行動してた子どもたち、うん、まあ遊ぶことができたから幸せだったかもわからないですけど、遊び場がね学校の校庭ですから、あの危なくもないし、あの母親たちも安心して遊ばせて、まあ、日が暮れかかった頃にはもう一人二人と帰っていくわけですけどね、早く売れたら嬉しい、ね、売れ残ってもそれを帰って食べられる、うん、あの私たちの口に入る、あれ残らんかなとか言って、あの、うん、そういう楽しみもあったし、まあ、生活は苦しかったけども、皆さんなんかそういう仲間意識であの横丁で頑張った人たちは大勢いたと思います。母がだから連れていくわけですね、子供連れていくとね、そんな言ってましたよ、あんたたち2人が来るとたくさんね、おまけがつくからね、今日来るとか言ってね、行く行くとか言ってね、あの島に行けば干物をちょっと買えるとか、やっぱりこうおられたみたいで、はい、そこのやっぱりついていくと可愛がってもらいましたね。うん、まあお金はいただくことはないけど、物をね、あの食べなさいって言ってくださって、雨の日はですね、やっぱりあの行ってなかったんですよ。だから雨の日はあの親子さんにこう家にいるのは楽しいんですけども、なんかあの物がもらえないっていう感じで笑ってましたね。今日行かんととか言ってね
今日何でいかんと今日はあんたたちと遊ぶって書いてね、母言ってね、遊んでくれてましたけどね。現在の地方総監部の方ですかね、鎮守の方はですね、どうしても米軍がもう MP さんがずっと入り口に警備しておりまして、日本人は通ることができなくて、海軍橋も終戦前まではあそこは本当市民の方がですね、日本の海軍さんがもういっぱいやっぱり訓練の状況とかで往復があったんですけどね、まあ終戦と同時にあそこは日本人は封鎖された格好で、とても近寄ることができなくて、でも入りたかったんです、外人さんを見たくてとっても大きなね、見たこともない連合軍の兵隊さんたちですね、女性兵士もおられましたね。他の県の子たちはやっぱり怖いとか言ってました。私たちはもう日頃、常日頃毎日見慣れてるもんですから、そして子どもたちに対する優しいんですね、米兵の人、連合軍の兵士さんたち、そういうその皆さんに集まった子どもたちにチョコレートとかキャンディーとかを、もう日本にないものをこう分けてくれるもんですから。私が父の死を知ったのは小学校入学の時です。なぜかというと、その時米軍の方から戦没者の子供に対してランドセルからセーラー服、靴、学用品、そういったものがプレゼントされたんですよ。その時に一般のお父様、お家の人と私の家は違うんだ、父がいないんだということで、1年生の入学式ね、23年、その時にお父さんは死んだんだということ、最初はそんな、お父さんいつ帰ってくるのって、あそこのおじちゃん帰ってきたね、兵隊さん帰ってきたよっていう話も話題はありましたけどね、いやもう最初からうちの母は軍艦が沈んだんだっていうことで、あなたのひろこちゃんのお父さんは船と共にね、兵隊さんと共に船が沈んで海の中に、そこに沈んだのよっていうような話を聞かされてましたから、もう全然そんな父のことはもう諦めが早かったですね。だからもう戦死したということが分かってから、もう母と3人頑張って楽しく生きていこうという感じで、少しお姉ちゃんになりましたけどね。これはやっぱ基地の町ならではでしょうね。ものはクリスマスのプレゼントとか、それも2年ぐらいですかね、もうそれは役所がちゃんと名簿を出して配給してくれるんですね。だからいただきましたね、なんか素敵なプレゼント。佐世保に八重桜の咲く公園があるんですけどね、そこに子供たち交流会みたいなのを市がしてくれたのか、まあ米軍がしてくれたね、ちょっとジープで迎えに来ていただいて、ジープに乗せてもらったのも、もうよその土地では経験できないことでしょうね。そこに子供たち10人も20人も乗せられて行くんですよ、ちょっと山の方にね。そういう楽しいこともありましたね。なんかゲームとかね、ボール遊びとか、なんかいろいろやっぱり向こうの兵隊さんがね、考えてしてくれたみたいですね。それは本当に
年に1、2回会ってましたね。帰りはプレゼントももらえるし、佐世保以外にも他のね、基地でも会ってたと思いますよ。高校卒業の時に私はもう大学進学なんてとても考えられないから、お勤めするっていうことで簿記、計算弱、そろばん、普通3級ぐらいしか取らないんですけど、2級まで取って備えてたんですよ。銀行に入りたいなと思って、そして給料ね、母に少しでも渡せたらなと思う。そしたら入学願書を取り寄せる段階でもう戦争で亡くなったところの子供を全部願書を受け付けないということで、なんで病気で亡くなったお父さんたちいるわけでしょ、その人たちの願書を受け付けるわけですよ。で結局2校、佐世保に本店があるのが2校あったんですね。その2校とも断られて、もう本当に母は泣いてましたね。私たちは採用の段階からもう断られてたんだっていうことを分かって、よしっていうことで母が県庁のある偉い人を保証人にしてですね、他の企業を受けたんです。そしたらもう入りましたのでね。でその保証人さんがなかったら多分ダメだったと思いますよ。そういう銀行関係は特に戦没者の子供は差別されさせられたっていうのは全国的に聞きます。母と妹がちゃんと黒の喪服を着て長崎まで来てくれまして、私も喪服を着て長崎駅特急桜だったかな、到着時間を教えていただいて、連合遺族会の旗もありまして一緒に迎えに出向きましたね。その時の本当記憶っていうのはもう生々しくて、本当に遺骨が帰ってくるものと思っておりましたら、中は遺骨の箱を頂戴するんですけども、遺族の胸に軽くて何も入ってない、ちょっとこう動かすとカラカラと音がするです。中身はですね、木の札に本村茂樹って書いてありまして、それから石ころ、まあ、皆さんそんなおっしゃいますね。 石が霊石って言うんですけど、そこの本当にその場所から持ってきた石かどうか分かりませんけども、霊石が1個、名札が1個、まあ、それをうやうやしく私たちの胸に抱かせていただきましたね。まだその頃は戦友の方も60代の頃ですね、テレビのニュースで知りましたので、それを訪ねていきまして、そこで戦友の方とお会いすることができたんですね。私の父の部下だったっていう人が発見されたんです。でその方が、よし、そしたら今度僕たちが行く時はあなたもいらっしゃいと、お父さんの終焉の地に連れて行ってあげると、そういうことで参りましたね。もうとにかく主人に相談もしない、母にも相談もしない、もう勝手に申し込んで行ってまいりました。そこにはもう今は慰霊碑など建てて、まあ、行ける限りお参りに行っておりますけど、留学生たちと
あるきっかけで知り合うことができましてね。そうしましたら、セレベスト出身者が結構いらっしゃるんですよ。その方たちと交流を持つようになりまして、あ、この方たちと一緒に、セレベス島で何かできればいいなということで、身元保証人になったり、なんかいろんなお手伝いをさせていただいたんですね。その子供たちが、ずっと私を日本のお母さんということで慕ってくれまして、その子供たちのおかげでもういろんな勉強をさせていただいて、今も交流させてもらってます。留学生ももう大学の学長になったり、市長選挙に出たり、ずっと活躍しているのが嬉しいですね。結婚式に呼ばれたり、もう本当にありがたいことだと思ってます。81歳で脳梗塞で倒れましてね、もう連れて行かれなかったもんですから、セレベスト行くでしょって、ね、うん、行くよって言ったら、だから私のね、私が死んだら、途中その埋葬された地でもいいから、海でもいいから、連れて行ってくれって言って、妹と二人、もう他人は入れずに、流してきました。それから、次に妹も亡くなった。その時も妹も今も散骨してきましたし。一生懸命私が遺族会のこともしてるし、そういう遺族の方が戦友の方も大事にしてきましたからね。もう本当戦友の方、皆さん私の父親と思って接してきましたから、亡くなったらもう悲しいんですよ。もう今まだお元気でいらっしゃる方が今96ですかね。あとはみんなも100歳越してらっしゃるね。いずれ私も順番が回ってきますけど、いいとこです。もうすごいコバルトブルーの海で。子供を持って初めて戦争と平和というのがよく分かりましたのでね、まあ、そうするうちに私の息子もですね、ニューギニアの方に遺骨収集に行く機会がありまして、就職替えした時にちょっと時間がありましたので、遺骨収集に行ってみたらということで私が推薦して行ってきました。まあ感激して、お母さんの言うこともよく分かったと、遺族っていうのはどんなに大変かということも分かったと、いろんなところでお話聞かせてもらうと、やっぱり二度と戦争はならんと、私たちのような時代が来ないようにですね、やっぱり平和な暮らしができるようにというのは願いですね、一番の願いですね。やっぱりご遺族の皆さんと話すのも、もう孫子の時代は戦争がないようにっていうのが一番の話題ですね。